私の一軍ルアーを紹介します。私のバッグね、これね、いつもこのバッグを持って釣りをします。フロントの一番ちっちゃい、ここのちっちゃいポケットからいきましょうかね。ここには、リーダーが入ってます。リーダーがね、これ超安いリーダーです。近所のトライアルで買ったりします。超安いんです。これリーダーね、リーダー、ショックリーダーですね。フロントポケットは、リーダーが入ってます。次のポケット、これね、2番目のポケット、まずは、これね、スピナーベイトですね。スピナーベイトクルコマね、クルコマとかバズベイトも入ってます。クルコマですね、私がよく使うクルコマ。それから、ワームがいくつか入ってますね。フロントポケットに入ってるワームね、ドライブクローラーね、とこれメガバスのニードルクローラーね、ニードルクローラー釣れるよ。これもニードルクローラー、ドライブクローラー、これもあんまり入ってないや。それからトルキーストレートね、トルキーストレート、大ちゃんとこのトルキーストレート、ドライブクローラー 4.5 ね。ドライブクローラーはね、釣れるんですよね。それからメジャーね、メジャーですね、メジャーですね、メジャー。最近ね、デカバス釣ってないからね、全然活躍しないの。あとね、仕掛けを作って入れてます。ヘビキャロとかする時の、枝巣になる部分の仕掛けを前もって作っといて、ここにね、フロントポケットに入れてます。糸とビーズが見えてますけどね、これ仕掛けですね。最初から作っときます、仕掛けをね。と続いて、ここにあるちっちゃな入れ物ね。さあ、ここには何が入ってるんでしょう。これね、メガバスの何だったっけ、メガバスの名前忘れちゃった。これね、癖がつかないように、このケースごとね、ケースっていうか、これごとね、ここに収納してます。1個だけケースないんだけど、ダークスリーパーやったっけ、これプライヤーね、プライヤーです。あとこちらのケースね、こちらのケースが、針とかね、
おもりとか入ってます。小物類ですね、これがね。とプライヤーね。では中身を見ていきましょうか。はい、これは、ラバージグですね。ラバージグのケース、これ AK 何やったっけ、忘れた。 AK ラバージグね。これビビビボムやったっけ、これね。ビビビマルチね。ビビビマルチ。ラバージグ、ジグのケース。こちらね、バイブレーション、メタルバイブレーションのケース。こんなちっちゃいです。こんなちっちゃい。ザリメタルなんかが入ってます。こちらバイブレーションね。バイブレーション、ザリバイブとかね、バイブレーションのみね。とこちらが、こちらがムシルアーね。これはなんだっけ、オリカネムシ。オリカネムシはでかいの釣れますからね。これね、虫なのにでかいのが釣れます。それがオリカネムシ。これね、チャターね。チャター、これ AK チャターですね。 AK チャターと、ヤバクネ。 AK チャターとヤバクネ、そのままケースに入れちゃってますけどね。 AK チャターとヤバくね。それからハードプラグね。ハードプラグのケース。ジョイクロとか入ってます。ポップ X ね。あと手作りのルアーもね入ってます。これね、手作りのミノーです。手作りのミノー。これ手作りのクランク。これ木を削って作ったクランクね。あとこれね、これも木を削って作りました。これかまぼこの板で作ったと思う、確か。かまぼこの板、ジョイントさしてね。で浮かぶんですよ。これね、トップルアーです。浮かぶルアーです。反対側はすっごい目立つ色にしてますね。水面で浮かびます。でワームなんですけど、最近はね一斉のワームばっか使ってます。AK チャンク、 AK チャンクね。スーパースティック、なんだ、カーリーね。スーパースティックカーリー6インチ。ヤバクネ、カタクチワームヤバクネ。でこれ長いスパテラのやつ、アッセンブルのね、アッセンブルのやつね。とキャラメルシャット5インチ、キャラメルシャット3インチ、スパテラ4インチ、スパテラ4インチ、ビビビバグね。スーパースティックの
2.5 インチね。これあのスモラバのトレーラーにするとむっちゃ釣れる。これと、ニードルクローラー、なんかわからない、わからない。と、バークレーのねパワーベイト、アオキムシ、TK ツイスター、 TK ツイスターね、 TK ツイスター、バークレーのホッグね、ホッグ、デプスのブルフラット2インチですね。以上、以上ね、私のバッグの中に大量のねルアーが入ってます。これでね、いつも池なんかで釣りしてるよ。見かけたら声でもかけてあげてください。ご視聴ありがとう。